どうも小江です。僕は今大分県日田市に来ております。今日は九州の中でもトップクラスに人気のある素敵なお宿に宿泊します。こちら奥日田温泉梅響というお宿です。こちらのお宿は視聴者さんからもぜひ泊まってほしいっていう要望がかなり多かった宿でして、以前からずっと泊まりたいなって思ってて、今日ようやくその夢が叶います。これまで紹介してきた宿の中でもトップクラスに素敵な宿だと思いますので、ぜひ楽しみに最後まで見ていってください。それでは皆さんと一緒に九州を代表するこの高級宿梅響堪能していきたいと思います。では行ってみましょう。はい、それでは宿の中に入っていきます。この真ん中奥の方に宿の入り口がありますが、この辺りは奥日田という山深い場所にありまして、見ての通り周辺は緑に囲まれております。でアクセスですが、大分県日田市は福岡市からも大分市からもそれぞれ1時間半程度で訪れることができます。福岡市からの方が若干近いんですよね。でここから湯布院や阿蘇などにも近いので、ひょいと足を伸ばすこともできます。公共交通機関で訪れる場合は、福岡方面からも大分方面からも湯布院の森号で JR 日田駅まで行って、そこから無料の送迎サービスも行っています。まあ、福岡からだと高速バスでも訪れることは可能ですね。でずっと歩いてきましたが、右手にある入り口は、ここは日帰り温泉を利用する人のためのエントランスとなってますね。奥に温泉大浴場があります。後で紹介しますね。そしてさらにこっち側奥の方行ってみると、こちらが宿泊者のエントランスになりますね。後ろに駐車場もありまして、でここの梅響は今正面に見えているのが本館になりますね。フロントと書いてまして、こちら側奥の方に別邸があります。今回僕が宿泊するお部屋はこちらの別邸王宿という建物にあります。ここにある客室は全て客室露天風呂付きということでね、どんなお部屋かこれから入っていきますが楽しみですね。それではこれから中に入っていきます。こちらの奥日田温泉梅響、2017年に開業したばかりのお宿です。お宿のある大分県日田市は三隈川や豆田町等の観光資源に恵まれた水郷天領文郷の町であり、古くから人々が行き交う歴史ある町です。その日田市の中心部から奥まった場所に位置する大山町は日田市の中でも特徴的な場所であり、響渓谷と梅に恵まれた景勝地です。館内から望む大自然の渓谷は他では絶対に味わうことができない絶景のようです。いや、どんな絶景が待っているのか楽しみです。そんな素晴らしい景色を眺めながら、梅をモチーフにした素敵なデザインの館内で美味しいお食事やお酒、そして温泉を贅沢に堪能できるお宿として最近はとっても高い人気を誇っています。先人が作り上げてきたその土地の文化や資源、思いを大切にし、しっかりとお宿の中に反映させているというのがとっても素敵ですね。エントランスからロビーエリアに入ってきて、目の前がレセプションです。まだ開業して間もないですが、ご覧のように人気なだけあってたくさんの賞を受賞しています。はい、では受付を済ませ、これから客室にまず向かいます。まあ、本来はスタッフの方に案内してもらってお部屋の中でチェックインをします。はい、そして左手がフロントで、すぐのところにこちらラウンジがあります。ラウンジ東五郎ですね。こちら入ったところにこれですね、素敵な雰囲気のラウンジとなっておりまして、こちらは夜はバーになるんですよね。でここのカウンターが見てください。これほら、大きな一枚岩になってるんですよね。そして目の前、はい、お酒がずらりと並んでおりまして、奥の方にはレコードですね。レコードプレイヤーが昔懐かしの並んでいて、これも夜のバーになる時間帯にはジャズミュージックが流れます。ここのラウンジを抜けて客室に向かうわけですが、いやー、このラウンジの木の格子の扉とっても素敵ですね。一つ一つの建具や飾り物が本当にハイセンスです。で今いたラウンジまでが本館のエリアなのですが、今回宿泊するのは
別邸大宿という建物なので、こちら目の前にある太鼓橋を渡って別邸まで行きます。いやー、このこだわりある橋を渡っていくっていうだけで特別感がすごいですね。ワクワクします。で、館内は畳であったり木の板であったり石であったり素足もしくは靴下で歩くので、それぞれの肌触りを楽しむことができるんですよね。別邸大宿の中に入ってきましたが、見てください、これ窓が梅の花びらの形になっています。細かいところまでこだわりがすごいですね。今回は1階のお部屋で、この階段から下に行ってもいいですが、もちろんエレベーターもあるのでこれに乗って下に向かいます。これ点滅している部分も梅のマークですし、中に入った鏡にも梅が描かれているというこだわりっぷりです。はい、1階に到着しまして、この右の格子の部分にも梅マークですね。そしてこっち1階の右手にも外へ出る玄関があります。で、こっちの左手が今回泊まる客室です。はい、ではお部屋の中入っていきます。もう入り口からすごいですね。まずほら、お部屋の名前大宿と書かれたこの札もとっても素敵ですね。切り込みが入っています。そして入り口もこれ角が丸くなっていて素敵なデザインですね。そしてこっち側ほら、右手には組子細工が使われています。もうお部屋の中に入る前から感動しっぱなしですよ。では入ってみます。お部屋こちらですね。あ、扉もとってもこうきらびやかに輝いていますね。では入ります。オープン。はい、まず入り口入ったところはこんな感じでシックモダンな雰囲気が広がっていて、この先にどんな客室が待っているのか、ワクワクする秘密に隠されたような雰囲気ですね。で、右手はこんな感じ、ちょっと黒みがかった姿見ですね。鏡ですらもうおしゃれです。そしてまずはリビングエリアに向かってみましょうかね。こちら左手です。はい、ではこのスライド式の木の扉を開けまして、スライド式吊るし式なんでバリアフリーですね。入ってみますとこちらです。50平米の広々とした客室が広がっております。まず左手にこちらテーブルがあって、これですね、大きな足を思いっきり伸ばせるソファーですね。今日はここで思いっきりくつろぎましょう。そして後ろ見てください、これ梅響きというだけあって、梅をモチーフにしたデザインの壁がとっても素敵ですね。このデザインを照らす間接照明が本当におしゃれです。で、ソファーがあって、こちらがテーブル、ちょっとこう小さめのサイドテーブルもついてますので何かと便利そうです。そしてこちらがですね、今右手に素晴らしい客室露天風呂が見えてるんですけど、まあそれは後からのお楽しみということで、まずこの辺ですね、化粧台がこんな感じで準備されていますね。はい、テーブル、椅子と、あ、こっちにもサイドテーブルありましたね。そしてベッドは2台、こんな感じですね。つながっていますかね、この真ん中見る限りこんな感じで、はい、台がつながってますので、まあお子様連れとかだとつながっている方が嬉しいんじゃないですかね。で、これ天井を見上げるとほら、こんな感じで特徴的な照明ですね。これもとってもおしゃれです。そしてもう一回振り返ってみますね。さっきちょっと見てなかったですけど、こっちも天井がほらこんな感じで間接照明で照らされていて素敵な空間となっております。で、ベッドサイドも見てみましょうかね。まあ、足元を照らすライトが下の方ありますし、ここにはコンセントですね。そして読書灯もついていて、あっちの方に各種照明をコントロールできるボタン、スイッチ類がついています。で、見る限りテレビがないなっていうふうに思ったんですけど、こちらですね、ほら見てください、こんな感じでテレビは隠されているんですよね。まあこれも非日常を演出する一つの工夫でしょうね。星のや東京とかもこんな感じでテレビが隠されていましたからね。これちょっと四角い枠が見えるかな。まあ一応ここにリモコンもありますんで、ソファーに座ってテレビも見ることができます。下にスピーカーもありますね。はい、では客室、露天風呂、水回りのスペースにも行ってみましょうか。右下にバスマットがありますが、こちらまず洗面台のスペースですね。2つあるっていうのが嬉しいですよね。こう朝とかだと急いでるときは2つないと困ること多々ありますよね。で、あ、すごい、ほら
ここ蛇口も梅の模様が描かれていますね。そしてアメニティがこんな感じで、デタユラメゾンの洗顔、そしてハンドウォッシュがあって、コップですね。でこっち側はティッシュゴミ箱、こっちにはクレンジング化粧水乳液もついています。で左の方にコンセントですね。そして下にはまず右手に引き出しがあって、あ、これデタユラメゾンのミニボトルタイプコンディショナーボディーソープシャンプーがありますね。いやこれは嬉しいですね。そして各種アメニティセットですね、歯ブラシやヒゲ剃り薬師、ボディータオル、綿棒などが入っています。でもう一つ下の引き出し開けると、あ、バスローブですね。これ触ってみるととっても肌触りが良さそうです。そして真ん中にバスタオルやハンドタオルが準備されていまして、ドライヤーですね。はい、ドライヤーはダイソンのものが使われています。そしてお楽しみの浴室ですね。まずは正面こちら開けてみると、はい、客室露天風呂もありますが、なんと宇宙もついていて、宇宙はこんな感じでジェットバスとなってますね。まあ客室露天風呂は温泉ですが、こっちは温泉ではありませんが、枕とかもついていてくつろげそうです。まあ真冬とかだとね、寒かったらこういう宇宙があるとありがたいんじゃないでしょうかね。でシャワーもほらレインシャワーがついていて、もちろんハンドシャワー、そしてアメニティもこうやってセットされていまして、なんと宇宙からももう見えていると思いますが、渓谷の絶景を望むことができるんですよね。では右手客室露天風呂行ってみましょうかね。はい、客室露天風呂ほらすごいのが見えていますが、出てきました。はい、客室露天風呂はこんな感じになっていて、いやー素敵じゃないですか。この下の木の格子の間接照明がとってもおしゃれですね。でもうこちら温泉湧き出てますので、すぐに到着した瞬間から温度調節41度ぐらいにしてもらっているので、すぐ入ることができますね。いやー素晴らしい。そしてこちら側ですね、景色もほらすごくないですか。いやーこの緑の絶景ですよ。奥の方に渓谷があって、岩山もこちら側ですね、右手の方見えます。まあ、もう少し上級グレードの客室だったら、さらに上から渓谷を望むこともできるので、後で他の客室も紹介しますね。大浴場からも素敵な景色を望めると思います。いやーでもこっからでもほら見てください、奥の方に街も見えて、この山々に囲まれた盆地の風景が素敵ですね。この九州の田舎感たまんないですね。都会の喧騒から完全に解放された景観です。ちなみに客室側から見たこの露天風呂奥の渓谷の風景もとっても素敵です。ガラス張りの窓が足元から天井まで伸びているので、とってもお部屋が開放的な雰囲気ですね。そして、まあ、一応ここ窓開けることができますんで、こんな感じで出てくることができるんですよね。いやこれはもう露天風呂入るのが楽しみすぎますね。そしてこっち側まだまだ広々とスペースがありまして、このゆりかごのような椅子もあるんですよね。なんでここに座ってこちらの渓谷をゆっくりと眺めることもできます。いやもうこれ見ているだけでワクワクが止まらない客室露天風呂ですね。そしてまだ見てないところがこっちですね。左手この扉を開けると、ここがトイレですね。はい、トイレが自動で今開きましたが、あーすごい、トイレにもこの綺麗な組子細工ですね。そしてこっち側に鏡がついてます。トイレの鏡もちょっと黒みがかったかっこいい仕様ですね。そしてトイレにもミニ洗面台がついていますと、贅沢です。はい、ではもう一度向こう側ですね、玄関の方に戻りますが、いや素敵すぎるお部屋の中が。ここですね、ここなんと扉になっていて、この扉を開けるとこんな素敵なミニバースペースとなっています。ほら見てください、これ湯飲みも梅響き、デザイン梅が描かれていて、このあたりグラスにも梅のデザインがありますね。で一番左カップも素敵なデザインです。そして右下にはコーヒーメーカーですね。コーヒーメーカー、ここ上にコーヒーがありまして、ここには梅響きの梅昆布茶ですね。そして福岡やめのお茶もあります。いや九州ならではのものがいただけるっていうのがいいですね、この辺は。
でこれがウェルカムスナックのようですね。後でこれは食べてみますね。そしてヒタはなんといってもお水が美味しいんでね、ヒタ天領水があります。これ全国の皆さん知ってますかね。でミニバースペースにちゃんとこうやってシンクがあるのが本当に便利でありがたいんですよね。奥の方にケトルがありますと。そして下ですね、右下に冷蔵庫があって、これを開けるとなんとこの冷蔵庫の中にあるドリンクは全て無料でいただくことができます。右側からスパークリング梅酒、スパークリングゆずはちみつ、プレミアムエビスビールですね。そして皆さんこれ知ってますか、スリスリなし、僕がよく飲んでいる JA フーズのつぶらなカボスの仲間でございます。これも JA フーズが出しているやつ、美味しいんですよね。後で飲みましょう。そして奥の方にちょっと存在感があります。真ん中にズドンとあるのが、こちらが完熟酒桃のノンアルコールのジュースですね。もう梅にこだわってるだけあって絶対これ美味しいでしょうね。後で飲みましょう。で左手これはワインクーラーですかね。すごいっすね。ワインはこれ注文するといただけるような形となっていますね。いや素晴らしすぎるミニバースペースです。そしてこっち側左手にもう一つ扉があって、ここを開けるとクローゼットですね、ハンガーがあって、まあ、これは館内着用の上着ですかね。そして消臭ミストブラシがありまして、ここ左手には館内着と靴下とアメニティポーチが入っていました。そして一番下にセキュリティボックスがあります。はい、では今回こちらのお部屋一泊します。いや素敵ですね、この客室露天風呂はめちゃくちゃ贅沢じゃないですか。こんなに開放的な露天風呂なかなかないですよ。そして気になる料金ですが、こちらの宿は、まあ、時期によっては一人旅のプランも提供しています。このクラスのお宿で一人で泊まらせてもらえるって本当ありがたいんですよね。客室露天風呂もついていて、夕食は半個室なんで、もう一人でも全然周りの目線を気にすることなく楽しめそうです。で今回は温泉露天風呂付きデラックス1名1泊2食付きで5万円台後半で宿泊することができました。宿泊サイトは一級でした。ちなみにもし2名1室料金で考えると、時期によっては異なりますが、だいたい6万円台前半で泊まることができるんで、1人当たり3万円ぐらいで宿泊できます。最もリーズナブルな露天風呂がついていない本館和洋室で4万円台前半、1人当たり2万円ぐらいで宿泊が可能です。はい、では今回は他の客室ですね、ありがたいことに今回見せていただけることになりましたので皆さんにも紹介します。そしてその後は大浴場や貸し切り風呂などの施設も見ていきましょうか。では行ってみましょう。はい、それではこちら他の客室、こちらのお宿で最上級の位置づけになります。スイートルームになりますね。いやーこれほんとすごいですよ。目の前に露天風呂見えると思いますけどね、この先が水回り露天風呂と続いていて、右手まずこっちリビングですね、まあ寝室といいますかベッドのエリアがここありまして、この辺りはまあ僕が泊まっているお部屋とデザインは似たような感じになっていて、いやこの広々とした空間ですよ、すごくないですか。右手にほらテレビがあって、もう奥の方に素晴らしい緑が広がっているのがわかると思うんですけどね、ここにソファー、くつろぎのリビングエリアがあって、見ての通りこれほら天井がとっても高くて照明も素敵ですね。でこっち側にもほら和紙が貼られていて、いやーやっぱスイートルームはすごいですね。さあそしてこっちの方ですよ、うわすごいぞこれ。いやもうこれはね、高いお金払って泊まる価値あると思いますよ。さらにこっちにキングベッドがあって、でこっち側に化粧台とかクローゼットですかね。そしてここの寝室からは見てください、これほらガラス張りの窓がすごいですね。完全に1枚のガラスになってますんで、すっごいですよ開放感が。ほら見てください、やっぱりねこれ3階なんで、僕が泊まってる1階よりも全然眺望がいいですね。これ奥の方までさらに下には川も見えていますからね、すごい。これ見てください、ほらベッドの向こう側に鏡があるんですけど、鏡に映る緑もとっても綺麗じゃないですか、すごい。なんかこれ僕がほら空飛んでるみたいですよ、空飛んで雲の上に立ってるかのような感じです。そして右側です、客室露天風呂見ましょう、これですよ、すごいっすよこれ。ほら見てください、これが、まあ、客室露天風呂も僕が泊まってるデラックスよりも一回り大きくて大人2人が入れるぐらいの
大きな露天風呂となっていますね。そしてこれですよ。いやーすごい、もうこれはね、他のお宿で味わったことがない開放的な客室露天風呂ですね。いやーやっぱね、僕の泊まってる1階もね、十分こう緑が広がって素敵なんですけど、ここはより特別感がありますよ。まあ、さっきも言いましたけど、本当に雲の上にいるかのように渓谷のてっぺんの方とつながっているような感覚です。いや素敵すぎるわこれは。まあ、これまでオーシャンビューとかリバービューとかレイクビューとかそういったもの、まあ、マウンテンビューも含めてありますけど、この渓谷ビューでこれだけ素晴らしい絶景は人生で初めてです。いやもうさっきから褒めちぎってますけどね、いろんな宿に泊まった僕でもそれくらい感動するレベルの素敵すぎる雰囲気ですね。はい、そしてもう一つですね、こちらも最上級という位置づけです。離れのスイートルームになりますね。こうやって今歩いて行ってますので、これですね、左手こちらが離れとなっております。特別感がすごいですね。あ、でこっちほら見てください、奥の方にちょっと岩肌がこうやってむき出しになっている、この景観もとっても素敵ですね。ではこちら中に入っていきます。オープンします。いやーめっちゃ楽しいですね。こっちもどんな感じでしょうか。はい、玄関はこんな感じでちょっと小上がりになっていて、広々とした空間になっていて、こちらの襖を開けて中に入ります。襖開けるとまずこちらがリビングエリアですね。真ん中にこの大きなソファーで家族団らんの時を過ごせそうですね。そして上を見ると見てください、これほら梁がむき出しになっている感じがいいですね。こう山の中にある離れとしてうまくマッチした雰囲気です。この上の真ん中のところにも窓がついていて、そこから緑が見えるというのが素敵ですね。左手のペンダントライトもいいアクセントになっています。そして左手がこちらがミニバーのスペースですね。中にこれがグラスとかコップとか入っていますね。そしてまずは右手、こっちが寝室ですね。和室二間になってます。手前側に和室、奥の方にも和室ですが、こちらベッドが置かれておりまして、でこっち側にもちょっとした休みのスペース、披露宴のようなスペースがあって、テーブル椅子があって、こっちにもついていて、広々と向こうの方までスペースが伸びていますね。でこの辺が、まあ、さっきちょっとちらりと見ましたが渓谷見えておりまして、中庭のようなスペースが目の前に広がっております。いや誰からも邪魔されない離れっていう雰囲気ですね。もう和室でもしっかりと座れるタイプの椅子があるっていうのは個人的には本当に嬉しいんですよね。あ、でこの正面のほら花びらのマークか何かですかね、これも素敵です。そしてこっちには披露宴です。はい、披露宴があって、まあ両方の和室二間からこんな感じで入っていくことができると。そして左手見るとこれですね。ここからも先ほどのスイートルームからも少し見せましたが、眺め眺望のいい渓谷の絶景が目の前に広がっております。はい、そしてお楽しみの客室露天風呂はこっちの方ですね。この辺が水回りですかね、お手洗い等があってシンクがありまして、内風呂があって、右手奥が客室露天風呂です。はい、まず出たところ一つ椅子があって、客室露天風呂これですね。いやー離れの露天風呂もとっても素敵ですね。ほら向こうの方に緑が広がっていて、ちょっとこう下にこう沈み込むような作りになってるんで、この縁が景観を望むのを邪魔しない作りになっているということですよね。お風呂に浸かった状態でも目の前に緑が広がります。で湯船の中にちょっと段差があるんで半身浴もしやすいですね、このお風呂タイプだと。そしてもう何度も見せておりますが、これがまた素晴らしい絶景ですよ。いやーすごいですね。何回見てもこれは感動もんですよ。で離れはやっぱこの辺りすごい広々としてますんで、客室露天風呂ちょっと暑くなったら半身浴したり、ちょっと起き上がってねこの辺にある椅子で休んだりしても気持ちがいいでしょうね。すごいな、まあ、当然これ奥の方人の気配全くありませんので、大自然を独り占めして温泉に浸かることができますね。
でグレードが変わりまして、こちらが僕が泊まってるデラックスのもう一つ上のグレード、セミスイートのお部屋になりますね。入ってこちら右手に寝室エリアですね、ベッドが2台ありまして、でこちら側がリビングスペースになっております。リビングとっても広々としていますね。そしていやー素晴らしいですね、ここのリビングエリアから奥の方に吹き抜けていくこの開放感ですよ。ほら渓谷が目の前に見えます。これベッド後ろにあるんで、ベッドで寝た状態からでも窓越しに渓谷の景色を楽しめます。でこっち窓の奥の方テラスがあるので、出てくるとこの椅子に座って目の前の渓谷ビューを楽しむこともできますと。そしてこっちです、露天風呂もついておりまして、ここのセミスイートも温泉に浸かりながら大自然を堪能することができます。こちら側まで来てみると奥の方に大山町が見えますし、右を見ると渓谷川があります。で入り口入って左手にクローゼットやミニバーのスペース、そしてこちら側からも洗面台バスタブ、奥の方客室露天風呂に向かうことができます。ちなみに僕が泊まっているデラックスのお部屋でも違うタイプといいますかね、階層が違うと景色も異なってきます。こちらが2階のデラックスルームで、目の前見たら分かると思いますけど、この水回りから奥に客室露天風呂があります。ちょっと向こうに行ってみますね。こちら右手にはいリビングスペースですね、ここにツインベッドがあります。まあ僕のお部屋はベッドがくっついてたんで、お子様連れとかだとそっちの方がありがたいと思いますけど、まあそうでない場合は友達との2人旅とかだとこっちのお部屋の方が良さそうですね。そしてこのお部屋はほら化粧台も2つついていて、これをほらこんな感じで分けることができるんですよね。鏡が目の前についてて、こう可愛らしい作り物も中にあります。そしてソファーがあって、でこっち側にテレビがあります。このテレビは隠すこともできますね、この木の格子で。でこっちですね、はいテラスに行ってみましょう。テラスもいやーここも素敵ですね、椅子に腰掛けて目の前の渓谷の景色を楽しめますし、はい客室露天風呂もまあ同じようなデザインですけど、いやーいいな、何回見ても素敵ですね。ここも露天風呂浸かれば目の前に絶景が広がります。こちら七オレというお部屋になりまして、このお宿の中で最もリーズナブルなタイプのお部屋になります。扉がスライド式でこれバリアフリーでいいですね。では入ります。まず入ると右手にこちらミニバースペースがありますね、模様がかっこいいですねこれ。でここの建具を開けるとリビングです。リビング入ってきました。こちら側にツインのベッドがあって、ベッドボードの模様も梅をイメージしたもので素敵ですね。そしてこれですよ、見てください、いやー素晴らしい絶景じゃないですかこれ。これは目の前に岩肌がむき出しになった渓谷がズドンと現れます。いやー景色だけだったら僕が泊まっているお部屋よりもこっちの方がいいんじゃないですかね。こちらの部屋は安い時期だったら1人2万円台で泊まることできますので、温泉は大浴場を利用して、客室ではこの絶景を眺めて美味しい料理をいただくっていうのもいいんじゃないですか。そして左手奥にクローゼットがあって、こちら側に水回りがあるという作りになっています。まあ、同じ客室タイプでも眺望が異なるお部屋もありまして、こちらは反対側のビューになっていて、今は新緑の時期なんでこうやって緑が生い茂っていますが、春とかはこう桜や梅の木を近くで望めていい感じのようです。はい、そしてもう一つ同じ価格帯のお部屋、こちら織姫ですね、ここにも入っています。入った瞬間梅の木がお出迎えでございます。そしてこちらがリビングで、はい、先ほどとは間取り内装異なっていますね。こっち側にベッドがあって、こっちもベッドボードと照明が、いやー素敵ですね。で、こっちに首を振ってみるとソファーがあって、テレビがあって、化粧台と、そしてこのお部屋は見てください、テラスがついてるんですよね。いやーいいですねこれも、窓開けると外に出ることができて、いやーここでこうお酒とか冷たいドリンク飲みながら
この絶景を眺めるっていうのもとっても素敵ですね。ここのお部屋もさっきと同じ渓谷ビューになります。そしてベッドのこっち左手にクローゼット、奥が水回りとなっています。いやー、こっちのお部屋も捨てがたいですね。ただ織姫の方は必ず渓谷ビューになるんで、渓谷をお部屋から絶対に望みたいっていう場合はこっちのお部屋にした方がいいですよ。はい、先ほどまで紹介したのが本館和洋室のお部屋で、もう一つグレードが上がって、こちらが本館和洋室の温泉露天風呂付きのお部屋南光というお部屋ですね。こちらは先ほどと同じ間取りなんですけど、こんな感じで客室露天風呂がついています。外に出るとこちら丸型の陶器のお風呂がありまして、結構大きいですよ。多分僕でもギリギリ足を伸ばせるぐらいの大きさがあるんじゃないでしょうかね。そして椅子とテーブルもついていて、ここからご覧の素晴らしい渓谷ビューでございます。いやー、目の前がこれ開けてるんで、僕が泊まっているお部屋よりもより鮮明に渓谷を望むことができますね。まあ、僕のお部屋は僕のお部屋で渓谷プラス大山町の景観を楽しむことができるんですけど、こっちはこっちでいいですね。はい、では館内施設巡ってみましょう。まずはやっぱり温泉施設ですね。別邸から本館に戻ってきて、このレセプションがあるエリアよりもさらに奥の方に行くと温泉があります。途中の通路も和モダンで、この木の感じであったり照明も特徴的でとってもおしゃれですね。これフロント棟を抜けてくると目の前に見えるのが、これがお食事処ですね。夕食や朝食はここでいただきます。お食事処を抜けてくると大浴場があるエリアです。ここの通路にも見てください。これ梅をモチーフにした照明、そしてその下にこの辺りの土地の説明や梅の説明がありますね。梅の種類ってこんなにたくさんあるんですね。反対側にもほら、ここの響き渓谷や朝もや、その渓谷に見えるもやがとっても幻想的で綺麗のようです。この通路をずっと進んでいくと大浴場がありますが、見てわかる通り左手にいろんな形をした照明や、ここの土地や梅、温泉にまつわることがたくさん書かれています。ここに書かれてある豆知識を学びながら温泉へと向かうことができるんですね。さあ、歩いていくと到着しました。こちらが大浴場です。はい、では大浴場の中に入っていきます。こちらですね。いや、楽しみですね。中まず入ると、こちらが脱衣スペースになりますね。はい、脱衣スペースはこんな感じで広々してて、ロッカーもとっても使い勝手が良さそうですね。この鍵付きで隣にもちょっとしたタオルとかを置くスペースがあります。で、右手にベビーベッドもありますし、この辺りにはアメニティセットが一通り揃っていまして、こっちが洗面台ですね。洗面台もしっかりと仕切りがありまして、この辺はクレンジング化粧水乳液と揃っております。で、右手奥の方、あ、ここにほらこんな感じで無料のマッサージチェアまでついていますね。これは嬉しい。そして浴室はこっちの右手になりますね。で、浴室入る前には水分補給ということでお水が準備されています。はい、では入っていきます。はい、大浴場、まず左手にかけ湯があって、ご覧のように広々とした内湯があります。で、内湯からもこんな感じでほら奥の方渓谷が見えておりますね。後でちょっと露天風呂には行きますが、まずは宇宙のスペースは正面にサウナがあります。はい、サウナはこんな感じ。あ、とっても広々としていますね。なんか照明もちょっとおしゃれです。そしてサウナ出たところに水風呂ももちろんありまして、ぬる湯ですね。はい、ぬる湯、これは珍しいです。ぬる湯も準備されていて、体を洗うスペースがこんな感じで広々と準備されております。はい、では露天風呂の方に行ってみましょうか。宇宙もほらちょっとした吹き抜けのような空間があって、とっても開放的なんですよね。窓も大きいですし、いや、露天も楽しみです。はい、露天に出てきましたが、こちらですよ。大浴場の一つの見物、寝湯ですね。ここでこんな感じで寝ると目の前に素晴らしい渓谷の絶景を望むことができるんですよね。この響き渓谷の岩肌がちょっとむき出しになっているところが、これ客室からだと見ることができなかったので、この大浴場からまた違う景観を望めるっていうのが素敵ですね。
いや客室露天風呂も素晴らしいですけど、この大浴場の寝湯から望む絶景も本当に素敵です。これは両方堪能した方がいいですよ。はい、で一応こちら側にも浴槽がありまして、今ちょっと撮影させていただいている時にはこれ温泉が抜けた状態になってるんですけど、本来だったらここに湯が張られていて、まあここに浸かってでもこっちの響き渓谷の景色を眺めながら温泉に浸かることができます。はい、そしてさらにですよ、こちら温泉大浴場には活版浴ですね、まあ、岩盤浴の施設があります。宿泊のお客様無料ですということで入っていくと、ここでサウナ着とサウナマットが準備されているので、これを着てこっちですね、活版浴中は、はい、こんな感じでとっても広々としていますね。まあ温度は42度から43度ぐらい、こうサウナほど暑くはないですし、湿度も 25% 程度ということで、比較的程よい暑さでじわじわと汗をかいていけるので、とっても気持ちのいい空間になっているんですよね。この活版浴で汗を流した後に温泉に浸かるっていうのが気持ちよさそうです。はい、そしてお風呂を出て隣にシガールームがありますね。でこっち側奥進んでいくと左手です、ここにキッズルームがあります。マークが可愛らしいですね。かなり広々とほらしていますんで、まあ、今回僕一人旅ですけど、一人旅でも泊まりやすい宿ですし、お子様連れにも優しいお宿じゃないですか。絵本や遊具が並んでいます。そしてそのキッズルームの横に、はい、湯上がりどころといいますか、少しくつろぐことができるスペースがあるんですよね。で、まあ、日帰りのお客さんがここでこうゆっくりできるようなイメージですかね。こちら側が日帰り入浴の受付の場所になってます。ちなみに日帰り入浴は一般のお客さんは800円ですね。いや、あの絶景を望める温泉で800円だったら比較的リーズナブルなんじゃないですか。いや、ここの照明もこだわりがあってとっても素敵ですね。でこっち側には自動販売機のほらマークがありますけど、エリアがあって、ソフトドリンクと湯上がりには嬉しいコーヒー牛乳等も販売されています。そしてさらにキッズルームの奥の方、こちらですね、フィットネスまであるんですよね。タッチ式でこちらは予約制となっていますね。フロントで予約をしてカードキーをもらって利用すると、まあ、自転車であったりバランスボール、そしてこっち側にはヨガマットやダンベルもありますし、ランニングシューズも準備されているのが嬉しいですね。ここで自転車を漕いで運動をしながら、ほら見てください、ここからも渓谷の素晴らしい景色を望むことができるんですよね。そしてこちらのお宿、貸し切り風呂もあります。右から石風呂、岩風呂、ヒノキ風呂とありますが、1時間2200円で使うことができるようです。ちょっとどんな感じか見てみます。中入ってくるとお手洗いが左手にありまして、そして右手にロッカーですね。で、こっちが浴室で、石風呂はこんな感じになっています。とっても広々としてるんで、家族4人とかで入ることができると思いますね。で一応中には段差もあるんで半身浴とかも楽しめそうですし、これ窓を開けたらとっても開放的な半露天風呂的な感じで奥の渓谷を望むこともできますね。そして隣の岩風呂はこんな感じです。まあ石風呂と同じような作りになってます。でこちらがヒノキ風呂ですね。さっきの2つの浴槽より少しコンパクトになりますが、ただ大人に3人は入ることできると思います。そしてヒノキの香りが漂っていていい香りですね。もちろん使ったら同じように渓谷ビューを楽しむこともできます。とこの浴槽も段差があるので半身浴楽しめますね。で今正面の奥にある宿泊棟から歩いてきたんですけど、こちら右手ここにショップもあるんですよね。ちょっと入ってみましょうか。ここのショップが本当にすごくてですね、もちろん梅を使った多種多様なお土産もありますし、一般的な大分のお土産や工芸品なども販売されています。これまで泊まった宿の中でもトップクラスに見応えのあるショップだと思います。ネットショップもあるので、もし気になるものがあったらぜひチェックして買ってみてください。まずはやはり梅酒ですね。全国梅酒品評会で金賞や銀賞を受賞したお酒が数多く並んでいます。
これグラスも入っていてプレゼントしたら喜ばれそうですね。この金賞を受賞した梅酒と JR 九州のコラボのものとかもあります。そしてほらカボス梅酒というものもありますよ。この夢響きというのが人気のようで、まあ、お値段もさっきのやつよりちょっと抑えめで購入しやすくて3年熟成梅酒でとっても美味しいとのことです。いろんな種類が楽しめるミニボトルセットとかもいいですね。お酒が飲めない人でも大丈夫です。ノンアルコールの美味しい梅のジュースがあります。で、完熟梅甘酒、いや気になりますねこれ。他にもヒタの梨、みかんジュース、カボスや湯布院の有名なジャム屋さんのジャムが置かれていたり、この辺は大分らしいお酒いいちこなどがあります。大分の名産しいたけのお土産もあります。そして地元日田市の工芸品御田焼ももちろん売店には販売されています。そしてなんと別府の竹細工まで販売されていました。お部屋などで使われる梅響きオリジナルグッズも販売されています。この辺ではお部屋でもいただけそうなソフトドリンク類があって、見てください、つぶらなシリーズもしっかりと準備されていますよ。隣にはビールなどお酒、そしてこちらスモークチーズや生ハムまでありますね。これはありがたい。お部屋でのおつまみも選択肢たくさんです。他にも魅力的なお土産はたくさんあるんで、宿泊する場合は絶対に訪れて見てみた方がいいですよ。ちなみに気になる梅酒があった場合は試飲をすることもできます。そしてドリンクやスイーツもこんな感じで販売されているんで、まあ、カフェとして利用することもできるんですよね。ちなみにここのショップの中には宿泊者専用のサロンスペースがあって、チェックイン1時間前の14時から17時、そして翌日の9時からチェックイン後1時間の12時まで利用することが可能です。無料のドリンクサービスもありますし、ショップ内のドリンクをゆっくりと飲むでもいいですし、追加料金にはなりますが梅酒作りや梅シロップ作りを楽しむこともできます。さあそれではこちらお楽しみの客室露天風呂にこれからゆっくりと浸かって今日はグダグダと過ごしたいと思います。いやーめっちゃ気持ちいいわ。これ温泉最高ですね。温度も適温でちょいぬるぐらいなんで、熱すぎず長く浸かっていれるのでいいですね。こんな素晴らしい景色を眺めながらなので、ちょっと長く浸かっていたいんでね、ちょいぬるぐらいがちょうどいいです。いやもう何よりね、もう本当に周りが静か、大自然の中にあるお宿なんで、こう川の音かな、ちょっと水が滴る音とか鳥のさえずりとかが聞こえてきて、全くこう人の声とか車の音とかが聞こえないので、穏やかに非日常の温泉タイムを楽しむことができますね。いや最高だわこれ。で、泉質は無色透明無臭なんで、まあ、硫黄の匂いがこうプンプンしたりすることもないですね。まあ、お肌に優しい泉質で長湯しても問題ないと思います。まあ、今は新緑の時期なんで、たくさんの緑をこうやって味わうことができますが、秋になれば紅葉もとっても綺麗のようです。ぜひ秋にも訪れたいものですし、冬であれば雪景色、そして春であれば梅が咲き誇るということで、四季折々の景観を楽しむことができます。さあそして皆さん、冷蔵庫の中のこの無料のドリンクサービス、どれを飲みますか？お酒好きな人はやっぱりこれ真ん中ビールですかね。まあ僕はそこまでお酒が強くないんですけど、このこだわりの梅ジュースは風呂上がりにウェルカムスナックと一緒にいただこうかなと思います。ということでこちら側から一品いただきましょう。はい、それではこれ、つぶらなこぼすの仲間のスリスリの足をいただこうと思います。これも美味しいんですよね。いただきます。あーうまっ。いやこれもうまいですよね。つぶらなこぼすは中にみかんのつぶつぶ、そしてスリスリの足は中に国産の梨のつぶつぶが入っていて、もう温泉と一緒にこの冷たいスリスリの足、最高っすよ。いやお風呂気持ちよかったですね。お風呂上がりということでもう一杯いきましょう。こちら自家製の梅ジュースですね。そしてウェルカムスナックのピーカンナッツも一緒にいただきましょうかね。はい、じゃあこの梅のジュースビブラート飲んでみます。うわすっごい、めっちゃ美味しいわこれ。
もう梅の味が凝縮されてて超濃厚ですね。でただ甘ったるいジュースじゃなくて、梅のこの酸味がねしっかり広がって、酸味と甘みのバランスが絶妙ですね。さすが梅を売りにしてるだけあって、これはめっちゃ美味しいですわ。そしてピーカンナッツもいただきます。これもうまいわ。このナッツの風味はもちろんなんですけど、ココアパウダーがかかっていて、ナッツの塩味、ココアパウダーの甘み、そして梅の酸味、これらがミックスされて、なんとも贅沢なスナックタイムですよ。いや、この辺の無料サービスの質もめっちゃ高いです。はい、時刻は7時で夕食の時間になりますね。いやー、この館内着がね、上下とっても着心地がいいですね。首元はだけないんで、動き回っても全然快適ですね。そしてこちら景色も素晴らしいですよ。この薄暗くなった感じですね。奥の方、ほら街中の方、盆地になっているところがオレンジがかっていて、トワイライトの光がとっても素敵ですね。いやー、これスイートルームとかだったらさらに上から望めてもっと綺麗なんでしょうね。はい、ではお楽しみの夕食です。こちらがお献立になってますね。一つ一つ出てくるのが楽しみです。で、目の前に食前酒前菜が置いてありまして、ここのお食事処からもご覧のように緑渓谷の素敵な眺望が望めます。はい、そしてドリンクメニューも見ものですよ。なんといっても自家製の梅酒ですね。梅酒造がありますので、まあ、この辺りの地名は大山というんですけど、大山、こんな感じでずらーっと梅酒がたくさんの種類並んでいるんですよね。そしてこっち側にはブレンド梅酒ですね。カボス梅酒、ブルーベリー梅酒、そしてスパークリングカクテルで柚子蜂蜜とあって、こちらは柚子酒ですね。あ、そして梅酒飲み比べセットっていうのもありますね。そして次のページですね、ビールもこんな感じでずらっと並んでいて、ノンアルコールもあります。梅のノンアルコール、そしてここには焼酎ですね。大分の焼酎といったらイーチコ、一番上にありますね。で、次のページにも焼酎、そして日本酒もこんな感じで九州の各種日本酒が並んでおりますね。いや、お造りと一緒に飲みたいですね。これも利き酒セットというものもあります。そしてワインですね、こちらがシャンパン、スパークリング、ドンペリもありまして、その下に白ワインですね、地元の安治のワインなどもあります。で、赤ワインですね、ワインも結構品揃えしっかりしてますね。そして一番下がウイスキーになります。バランタイン・ザ・グレンリベットとあります。そしてソフトドリンクですね。あ、つぶらなカボスもあるじゃないですか。なんでお酒飲めない人はこの辺つぶらなカボス、スリスリな人が楽しむのもいいですね。で、下の方まで行くと梅のドリンクとかもありますと。そしてなんとフードメニューもありますね。まあ、コース料理で足りない、もしくは何か食べたいなって思うものがあったら、ここから単品で注文することもできるんですね。いや、黒毛和牛とかどれも美味しそうですね。で、最後にお土産の紹介ですね。カラスミと梅響自家製のお土産が紹介されています。右の低いグラスが一年熟成の梅酒大山でございます。こちらがアルコール度数 12% になっております。で、左の背の高いグラスが3年熟成の夢響きと申します。こちらがアルコール度数 20% と少し高くなっております。ごゆっくりお飲みになられてください。がですね、こちらの奥の豆器は小鉢のお料理でございます。豆苗とクレソンのゴマクリーム剤でございまして、豆苗とクレソンをおひたしにしております。またヤマメを素揚げにしておりまして、上のゴマクリームと一緒にお召し上がりくださいませ。はい、手前のお料理が春菜のお料理になります。一番左の豆器ですね、こちらはピース豆のチーズ添えでございます。
で隣が稚鮎の唐揚げでございまして、尻尾の下にですね里芋がちょっと隠れておりまして、はい、上から吹き味噌をおかけしております。じゃ手前の梅の形しているものがございますが、こちらがですね梅ピューレを固めたものでございまして、下のものもですね大根の焼酎漬けにしております。これにですね笹に巻いているものがちまきでございます。で黄色いタルトがですね、福岡県の筑前町ですね、朝倉農家タルトでございまして、朝倉の黒大豆を使用しております。でこちら最後になりますが、タイマコの煮こごり煮と申しまして、で上にですね、黄身とカラスミをおかけしておりまして、菜の花に見立てております。でこちらで以上になります。ありがとうございます。はい、じゃあまずは食前酒飲んでみましょうかね。まずは一番右のこの10年熟成って言ってたやつ。いやさすが濃厚で美味しいわ、まあ、こっちはまだ度数が低いので飲みやすいですね。でこの3年熟成のやつは度数がちょっと高いのでちょびちょび飲みますね。甘みの中にちょっとキリッとした味わいがあって、いや美味しいので一気に飲んじゃいそうですけど危険なのでね、まあ少しずついきましょう。はい、じゃあまずこちら旬菜ですね。中にお魚も入ってるんですよね。食べてみます。上にクリームも乗ってますね。いやシャキシャキの野菜にちょっとこうクリーミーな風味が加わって、そこに本当にちょっとだけお魚が入ってるんで、お魚の風味もちょうどよくほんのりと香ってさっぱりとした味わいですね。ピース豆チーズ和え、いやただの枝豆じゃなくてクリームチーズで仕立てててまろやかな味わいになってていいっすねこれも。はい、そしてこれ筑前黒だまるタルトと、いや面白いですね。この黒豆と卵の自然素材の甘みが口に広がります。はい、そしてこれタイマコ煮こごりです。すごいなこれも。ああすごい、ちゃんとお魚の風味がするんですね。見た目お魚が入ってるとは思わなかったんですけど、いや上品すぎるなこの料理は。はい、で梅花の塩梅、あすごいこれ梅の風味と下に大根、甘みと酸味が口に広がってこれうまいわ。いいね、稚鮎と里芋のなんちゃら、いいですね。川魚の稚鮎、ちょっとだけこう苦みがあるところで里芋の自然の甘みで中和されています。そしてちまき、もちもちで甘くて美味しい。浦大の白子焼き豆腐の塩仕立てでございます。こちらのですね、だし桜鯛の骨から取っております。どうぞ温かいうちにお召し上がりください。では煮物碗いただきます。あこれ上に桜鯛があって下にこんな感じでお豆腐が入っているんですよね。で下に湯葉です。いただきます。薄い味付けでお魚の風味、そしてお豆腐のもちもち食感最高ですよ。だしもいやーうまい、お魚のだしがしっかり染み込んでますね。白身魚が本日ヒラメでございまして、はい、じゃあ天然のカワマスとカンパチとヒラマサでございます。真ん中にございますのがこちら刺身湯葉でございます。上に上から梅の梅肉をつけております。はい、これが醤油ですね。一番左手がひた丸又醤油、そして真ん中が五島の醤と書いてますけど、五島列島の海鮮類の出汁で作ったものということです。すごいですね。で一番右がわさびと海苔があります。でこれお作りの鶏皿なんですけど、見てください、可愛らしいデザインで、これは有田焼きとのことです。こういう陶器にもこだわりがあるのいいですよね。はい、そしてこちら日本酒3種やってきました。お作りと一緒にこれもいただきましょう。はい、まずはヒラメいきます。まあ、スタンダードに醤油でまずはいきましょうか。甘いわこれは。お魚も甘いし醤油も甘口ですね。そしてヒラマサですかね。今度はこっちの五島の醤というやつにつけてみます。ヒラマサもうまい。でこの五島の醤いい感じですね。まあ、醤油はちょっと甘口なんですけど、こっちはこう甘さは控えめでちょっと酸味が効いたような感じで、魚が甘いので個人的にはこっちの方が合うかもしれないですね。そしてカワマスですね。カワマス今度は醤油、
うん、うまい。まあさすがに山あいにあるんで、この川魚も美味しいですね。いやお魚全部生臭さ一切なしで鮮度抜群で美味しいですよ。はい、では日本酒をいただきましょう。この日田の山水という日本酒です。あーうまい。お造りと日本酒最高ですね。たもののお料理でございます。こちらはですね、たけのこまんじゅうでございまして、合鴨の十二にも入っております。石川県と金沢の鴨肉を使った郷土料理になっております。そちらの下にですね、まんじゅうが入っておりまして、魚のすり身と里芋とですね練り込んでおります。使ったら上にですね、わさびお付けしてますので、よかったらお汁と混ぜてご賞味ください。あ、わかりました。いや蓋物もすごいですね。この上に合鴨で、下にこれたけのこまんじゅうが入ってるんですね。いや盛り付けが上品ですね。これまずは上の合鴨を食べてみます。うん、合鴨のお肉のジューシーな風味にシャキシャキのネギと小松菜、そしてピリッと香るわさびが相性抜群ですね。そしてたけのこまんじゅう、あーなんかあのうどんに入っているきつねのような味わいですね。これもピリッと香るわさびがいいアクセントになってますわ。手前のお肉が大分県産の牛ロースのオーブン焼きでございます。周りにはバルサミコソースをおかけしてまして、ピンクのお塩は梅塩でございます。奥のお肉は冷製のローストビーフになっています。で、こちらあらかじめですね、自家製の醤油ダレをおかけしております。いやすごいの出てきましたね。大分県産の牛ロースですよ。豊後牛もめっちゃ美味しいですからね。でこれ梅塩って言ってましたね。梅の塩につけて、こんなん食べたことない。いただきます。牛肉とろけます。めっちゃ美味しい。やっぱ豊後牛は品質高いですからね。でね、この梅塩がもちろんのごとく普通の塩と違ってかなり酸味が強いですね。とっても新鮮な味わいです。そしてローストビーフも食べましょうか。これは自家製の醤油でとってもさっぱりとした味付けで、深い味わいの牛ロースとさっぱりとしたローストビーフでまた違う味わいを味わえていいですね。で大分はこの湯布院もそうですけど、日田も山あいにあるんで、お野菜が美味しいんですよね。焼き野菜ほんとみずみずしくて、水分がしっかり含まれてうまい。こちらのハマグリは千葉県の九十九里浜のものでございまして、山菜はですね、わらびと子どもとですね、パプリカとスティックセニョールでございます。スティックセニョールはですね、ブロッコリーの細長いの日本の品種になっております。いやこれまた食べたことないようなもん出てきましたね。ハマグリリゾット、これは贅沢な大きなハマグリが乗ってますね。はい、では食べてみます。いやハマグリの出汁がご飯に染み付いていて、そしてバターの香りも広がって、大きなハマグリの身の風味も口中に広がって、こりゃ贅沢なリゾットですね。そして珍しいお野菜スティックセニョール、スティックセニョールの国産って珍しいと思いますね。まあ僕よく知らないですけど、この間初めて夫婦河口湖で食べた時は海外産でしたからね。いやでもこれがシャキシャキで美味しいんですよ。はい、最後に鍋ですね。こちらシラウオ卵とじ、うわ美味しそうですね。これこっちの卵を移して卵とじにして、これからいただきます。はい、シラウオ卵とじ食べてみましょうか。このカボス風味の七味をかけていただきましょう。シラウオにごぼうやえのき、セリ、ネギなどが入ってるんですね。あ、セリか。セリといったら仙台ですけどね、名物といったらこの間動画でも紹介しましたけど、でもセリ鍋も美味しかったんでね、いただきます。いやこれ想像以上にうまい。あ、つくしも入ってるんだ。もうさっきも言いますけど、やっぱお野菜の品質が高いですし、シラウオがちょっとずつこう散りばめられてるんで、お魚の風味、そしてカボス風味の柚子がめっちゃいいアクセントになってますね。これはご飯が進むわ。来ました、こちらがバンティーン写真デリエスでございます。下のスープがアールグレイの紅茶のスープになっております。でですね、こちらの下のパンティーの皮をですね、今
葉っぱにつけております。よかったらスープと一緒にお召し上がりください。アールグレイにちょっとまぶしてゼリーとオレンジチップと全部一緒に食べちゃいます。この柑橘の酸味がたまらんすね。酸味が強い柑橘にこのアールグレイスープが甘みがあって上品な風味と組み合わさって完成度の高いデザートですね。これも大分らしい柑橘の風味を存分に味わえる素敵なデザートです。そして福岡やめの緑茶、あーうまい。お腹は腹7分くらいですかね。まだもうちょっと食べれるっていう感じなんですけど、まあ、もう少しお腹を膨らましたい場合はご飯のおかわりもできましたし、追加のオーダーもできますし、夜のバーラウンジにはお茶漬けもあるみたいですよ。ひとまずごちそうさまです。はい、夜のバーのメニューですが、ここの1ページは夕食でもあった同じメニューなんですけど、こちらですね、右手がウイスキーで左手のこの梅酒カクテルですね。この辺りはこの夜のバーでしかいただけないオリジナルのメニューなんですよね。ぜひこの辺りから一つ飲みたいものです。これは夕食時と同じウイスキーやビール、ワイン、そしてこちらですね、フードメニュー、軽食もあります。ナッツ、チョコレート、ビーフジャーキー、ドライフルーツで、この辺は梅酒のチョコチーズ、あ、チーズですね、チーズもあって、そしてこれも気になりますね、こだわりの梅茶漬けです。そしてこれですね、福岡で人気のジェラートショップミシュラン2つ星レストランのシェフの方と梅響のコラボジェラートと、いやーすごい、これもこだわり満載でここでしか食べれないようなものでそそられます。そして右手はこちらヒタハイボールですね。ご覧のように地元のお酒を使ったヒタハイボールというものをいろんな宿で提供していて、これ奥の方真ん中にもありますけど、ヒタ杉を使ったあのコップがね、すごいご当地感もあっていいですね。これはこういう街を盛り上げていこうというローカル独特の取り組み、本当に素敵です。せっかくなのでこちらのヒタの梨リキュールのものを一ついただきたいと思います。この梅と梨ですね、これはここのお宿ですがおそらく飲むことができないであろうものということで、これを注文します。このお酒まさに梨の色をしてます。あ、梅酒と梨で、こちらはビブラートという梅のジュース、あ、これあれですね、客室にあったジュースですね、はい、です濃厚ですよね。そうです、とろっとした本当に口当たりで、まあ、マンゴーのようなですね、実際これも木になって落ちた瞬間にスタッフがハイハイしながら取りに行く、本当に木の上で熟成完熟させてます。梅と梨です。はい、じゃあいただきます。梅と梨、うん、めちゃくちゃ濃厚ですね。いや、この梨のみずみずしさ、甘さ、そして梅酒のもちろん甘さ、これらをこの上についてる塩の塩味、そして中のライムの酸味でより引き立てていますね。で、やっぱりヒタといったら梨ですし、この辺りは梅が名産物ということで、せっかくここの梅響に来たんだったらこの2つをいただくといいんじゃないですかね。間違いなく他では味わえないカクテルです。あー、うまい。はい、そしてこれ見てください。チャンネルではおなじみのこの大好きなつぶらなカボスを使ったオリジナルノンアルコールカクテルを今後出すかもしれないということで、今回いただけることになりました。これも美味しそうです。飲んでみます。レモンジュースです。あ、レモン、ジンジャーエールです。あ、ジンジャーですね。夏用にブルーキュラソーというですね。あ、はい、ではいただきます。美味しそうですね、これ。うまい。このつぶらなカボスの果肉がしっかりと入っていて、そのつぶらなカボスの良さに加えてジンジャーエールが加わってるんで、すっきりと喉越しよく中に入っていきますね。この見栄えもやっぱりテンションを上げてくれますよね、こういう非日常滞在だと。
や今食後にこれ飲んだんですけど、お風呂上がりにこれを飲むと本当にすっきりと体がすると思うんで、おすすめは温泉に入った後にここのバーに来て一杯やるのが最高だと思います。はい、そしてさらに締めとしてこちらお茶漬けを注文しちゃいました。大山さんの南高梅という梅干し、大きなものが入っていますね。これも美味しそう。はい、じゃあいただきます。美味しい。これね、梅が本当に果肉がぎっしり詰まってるんで梅食べ応えありまして、で結構酸味は強めですね。いやね、酸味があるんでこう食欲をそそるので、ちょっとお腹が膨れていても最後食べやすい夜食だと思いますね。ちなみにこのお茶漬けは上の売店にこうやってほら大きな梅とこっちのふりかけ売ってあるんで、旅の思い出としてこれ買って帰るのもいいですね。はい、お部屋戻ってきました。いやー、バーラウンジ良かったですね。こう高級宿の中では比較的リーズナブルな価格設定っていうのも嬉しいですね。外資系のホテルだったらあんな額じゃ済まないですからね。他のお宿だとバーラウンジ行くの躊躇することとかあるんですけど、ここのお宿のバーラウンジはとっても使いやすいですね。でスタッフさんのサービスの距離感もいいですよね。こうローカルならではで、かしこまりすぎないと言いますかね。バーラウンジのお兄さんと旅の話題でかなり盛り上がって長話をしちゃいました。ではこれから夜の温泉に浸かって寝るとしましょうか。いやー、夜のお風呂がやっぱ一番気持ちいいわ。この冷たくなった夜の空気が入ってくる中で、あったかい温泉に浸かるっていうのが本当に幸せでございます。で夜はこんな感じ。まあもちろん外の景色はあまり見えないんですけど、ご覧のように目の前ライトアップされてるんで、夜の時間でもこの緑を感じながら温泉に浸かることができるっていうのは、これはまあ1階の特典ではないでしょうかね。高層階だと当然こんな感じで植物は目の前にないので真っ暗でしょうからね。で季節によってはこれから夏になると思うんですけど、ホタルがこの辺まで飛んでくることもあるみたいですよ。今の時期はさすがに見えていませんが、で一応奥の方はほら町の方の光もポツポツと見えますね。いやいいですね。でもこのローカルな雰囲気がまた夜でも感じることできます。はい、おはようございます。朝になりましてぐっすり眠ることができましたね。そして見てください、雲一つない快晴でございます。今日は、いや昨日よりもさらに見通しがいいですね。はい、それではこれから温泉大浴場に浸かって朝食をいただこうと思います。はい、朝ごはんはこんな感じになっております。手前側に焼き魚や明太子、卵、お豆腐ですかね。そして焼き野菜ですか、左手は。で煮物やおひたしなども並んでいて、これはスムージーですかね。そしてご飯です。さらにこの卵は JR 九州ファームうちの卵とこだわりの一品のようで、卵かけご飯とかにしたら美味しいんですかね。そしてお味噌汁にひたのお水、柚子蜂蜜とあります、まあ、詳しいメニューはこんな感じとなっています。そして朝は見てください、しっかりと光が入ってきておりまして、渓谷の岩肌が見える景観が美しいですね。